ディズニーに行けなくなって早2ヶ月。最初の頃はあんなに荒ぶっていた私もついに悟りを開くほどまでになりました。そして私は思ったのです。行けないのなら自分で作ってしまえばいいんだ。こんにちは。さて今回はですね、集まれ動物の森で私の大好きなディズニーの世界を作っていきたいと思います。でもちろんね、今回だけでは終わることができないので、今後このままメインチャンネルでこの動画を上げていくのか、こっそりやっているゲームチャンネルの方で上げていくのかちょっとわかんないんですけど、じゃあ早速やっていきたいと思います。それではおーちげら。皆さんこんにちは。ただいまのふふな島の時刻は4月15日です。なぜ4月15日かというと、イースターがやりたくて戻しました。でこんな感じが私です。これが私のお家です。ちょっとこんな感じで卵がね、こんな感じでボン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 って置かれてるんだけど、気にしないでください。今回の集まれ動物の森っていうのは前までの動物の森と違って、島をねすっごい改造することができるの。なのでこう私の大好きなディズニーをこういっぱいいっぱい本当にディズニーの世界を表現したいなっていうことで今回この動画を撮ってるんだけど、まずは今現状私の島がどうなってるのかっていうのをまず紹介していきます。まずはここは私の家で、ちょっととりあえずモアイ像置いといてみたの。でも今後なくなるかもしれない。でこんな感じで海岸があって、でこっちも海岸だね。でヤシの木はとりあえずボン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 って埋めてます。でこのね、右下の地図見てもらえば分かると思うんだけど、なんかね、島の地図もね、地図というか地形もみんなそれぞれ違うんだって。で私はこのなんか X みたいなやつにしました。なんでこれにしたんだろうってちょっと思ってるんだけど、まあまあいいでしょう。こんな感じかな。ちょっとこれもとりあえず置いてるだけなの。可愛くない？コーヒーカップ本当にね、今はまだ汚い島なんだけど、適当に置いちゃったのこれも。まだ汚い島なんだけど今後綺麗にしていくので、ちょっとセンスはないんですけれども、なんて言ったって料理もできないし絵もヘンチクリンだし、センスがない私なんですけれども、頑張って頑張ることは忘れないので楽しみにしててください。やばい島出来上がりそう。でここかな、ここがちょっと広場みたいな感じでこうみんなが集まってくるようなとこで、これがなんかいろいろグッズとかを買える、家具とかね買えるたぬき商店で、でここに博物館があったりとか、あとここは洋服屋さんだね。上の方に行ってみると、あの柵もちょっと適当につけちゃったの。適当につけちゃったんだけど、今日はちょっと実がなってないんだけど、向こうの方はもう全部果物がいっぱいなってる木がたくさんあるので果樹園みたいになってます。あとじゃあ軽く私の部屋を紹介していきます。あの、ね、部屋もまだ全然あのあれなの、適当に置いてるだけなの。本当だよ。適当に置いてるだけなんだけど、まずこの私が着てる服はイースターのイベントで揃えました。で、あとここに可愛い家具がいっぱいあって、で、このね、ちょっと部屋の壁とベッドちょっとピンクピンクすぎるかなと思って変えようかなって思ってるんだけど、家具はそのままで部屋の壁は変えようと思ってるので、なぜかベッドと一緒に冷蔵庫があんねんっていう感じなんですけど、これもね家が広くなったら変える予定。今私の家は2つしかお部屋がないんだけど、なんかねあと地下と2階とあと
1階にもう2つぐらい部屋つくのかな、だからあと4つぐらい部屋ができる予定なので、さすがに冷蔵庫とベッドは別になるはずです。で、あともう1個のお部屋はこんな感じだよ。はい、これもね、ちょっと床となんか合ってないんだけど、本当は床ね、白っぽいというかいう感じにしたいよね。で、このピアノちゃんはね、っていう感じで弾けます。あとこれキャットタワー見て、ゴマフのさ、私の家にあるゴマフのキャットタワーに似てるでしょ。こんな感じでございます。とりあえずイースターのイベントで全部揃えました。イースター可愛かったから全部揃えたから、こういうのもね活用していきたいなーって思ってます。では島をクリエイトしていくよ。ちなみに私の島の名前はうふふな島です。なんかね、もうね、適当に付けちゃったの。なんかその時の気分でうふふって感じでうふふな島にしちゃったんだけど、島の名前って変えられないらしくて、なんかもっとこだわった名前にしとけばよかったなって今後悔しています。が、しかし大事なのは中身ということで頑張っていくんだけど、島クリエイターっていうのがあって、ガチで工事ができるの。今までの動物の森からすると考えられないでしょ。こんな感じでちょっとほら変えられるんですよ。こうやったりとかグサッてやると見て、掘れちゃうの穴が。多分もうみんな知ってると思うんだけど、だからこういうのを使ってもう完全に私の好みの島を作っていくよ。で、ここで大事となってくるのがどんな感じにするかっていうことなんだけど、ちょっとこれは紙で説明するね。こんな感じでここに役場があるので、ね、この役場は絶対に動かせないんだって。何があっても役場だけはもう絶対に動かせないらしいから、他で頑張ろうっていうこと。役場を中心にラプンツェルのエリアとかアリエルのエリアとかディズニーのプリンセスのエリアをたくさん作っていきたいと思う。なんか少ない。なんか変かな、ひどいこれ。なんかもうダメかも、地図からしてもうチンチクリンかもしれないね。どうしたらいい。周りはまずとりあえず湖ってことでしょ。ここ湖で、こっち湖ってことでしょ。そう、全部湖、全部ね、全部っていうかここが湖。あ、うぎこれなんじゃん、これなんなの。これ水でしょ。さ、これこっちじゃん。あ、そっか。とりあえずね、ちょっとねこんな感じで一緒に手伝って書いてもらったんだけど、こんな感じにしようと思うの。アラジン、ラプンツェル、アナ雪とかエリアを区切って、でここからしか行けないようにするっていう感じで、ちょっと細かいな後々いろいろやりながら決めていこうと思うんだけど、たぬきちさんと洋服屋さん、さっきみたいにちょっと移動させたいと思います。とりあえず今日は飛行場から ここまでの道を作る。この辺のね、これを片付けます。へいへい、あと出番があるかもしれないよ。カモだからね。この岩とかは、岩はあの溶かせる、あれフルーツ食べて、うん、スコップで、あ、できるんだ。壊せる。壊せるの、うん、で作ることはできないの。だからどっかに新しく生まれる。ああ、そうなんだ、うん、フルーツ。あ、でも待って、安いフルーツにしよう。このね、
島は梨の島だからこれ1個食べて、でスコップを持ってでこう、あ間違えたこっちですな。おすごい金鉱石に変わった、ラッキーで、うん、インフラ整備。あ、なるほどね、これ家も引っ越しさせることができるんだって。このたぬきちさんに話しかけて、メリアスさんちだ、この羊ちゃんの。たまちゃまさん、どうもどうも、こちらはそう建築相談カウンターだも、どういったご用件だなも、インフラ整備の相談がしたいです。インフラ整備の相談だなもね、今ならこういう相談に乗れるけど、具体的な何を聞こえれるのも。で、メリアスさんち、お願いします。すごいすごい、電話してくれてる。アメリアスさんごめんね、勝手にというわけなんだもんよ。どう、たまちゃまさんが提案してくれてる場所にメリアスさんちを移設してもいい？パーチ型色なんてワクワクしますね。こちらこそよろしくお願いしますなのね。うんうん、賛成してくれてよかっただなもん。じゃああとはたまちゃまさんと僕に任せてちょうだい。任せんさい。それじゃあたまちゃまさん、話も無事にまとまったことだし、工事費用をいただいてメリアスさんちの移設場所を探してきてほしいだなも。なるほど、とりあえず難しいね。あれ雨降ってる、さっきも雨降ってたっけ。降ってた、降ってた、わかんない。え、この島の端、あ、いいと思う。とりあえず島の端に追いやった方がいいよね。オッケーオッケー、とりあえず端っこに置こう。オッケーオッケー、よーし。そしてあれまだあるよ、この家。あ、次の日なので移動してない。あ、移動してないんだ。たま、たまちゃま。次の日になりました。どんな感じで映ってるかな。はい、メリアスさんちは、あー、すごい綺麗、さっぱりなくなっている。やったーやったやったー。どこに行ったかな。なんか誰これ、あ、移動してる、よかった、移動してる、メリアスさんちっていうことなんで、じゃあここはね改造していきたいと思います。ということで3日目やってまいりました。よし、できてるかな。やったー、待って、トタすぎて、トタケーキさんがいた。すごいいいじゃん、見て見て、トタケーキさんがいる。あ、いいじゃないこれで。で、ここに花壇を作ったりとか、ちょっとね、こうゲートっぽくここにアーチを作ったりとか、え、ちょっと仮でアーチみたいなの置いてみようかな。ここにバルーンを置きます。これかな、バルーン B、 アーチだよね、これだ。
オッケー。ちょっ、あ、いいね。あ、いい感じ。じゃーん、やったー。チャーチャーラララチャーラララララララ、あんなに草がぼうぼう島に入ってきた途端にお家がドカーンとあったようなうふふな島が、こんなに栄えた町に早変わり、アーチを通ればトタケケさんに会える素敵な町になりました、という感じで、こんな感じで、ちょっとまだまだこの地図には程遠いんですけれども、役場の周りとかももっともっと花壇とか作ってね、華やかにして私の大好きな空間に作り上げたいなと思います。ちょっとまだまだ全然何もなんか感じられないしね、センスもないからさ、うまくできるかわかんないけど、ぜひちょっとだけ期待しといてもらえると嬉しいです。ぜひまた見てね。この続きはちょっとこのままメインチャンネルで上げるのか、それともゲームチャンネルでも上げつつメインチャンネルでも上げるのか、ちょっといろいろ迷ってるんですけれども、引き続きどこかで上げたいと思います。ゲームチャンネルもなんか最近ちょくちょく更新してるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。